キャンプするの？いや、しないよ。ベランダキャンプ。ベランダキャンプするの？すごいキャンプのものがいっぱいあるね。ねえ、腹筋って思えないぐらいです、うん、すごいわ。キャンプ飯作って食べたいんだよね。なるほど、楽しそう。楽しそうでしょ。ミニ鉄板だって可愛い。可愛い。こんなちっちゃいの？ほんとちっちゃいね。こんなもん、一人キャンプみたいな感じ？一人キャンプ。お昼ご飯のプレート。何これ、食器？うん。ああ、なるほどね。ストーブ、うん、焚き火ストーブ。なるほど、こうやって使うの。すごいコンパクトね。いきなりなんか全部緑にしてる。全部緑にするの。地下の部屋の壁が緑。あ、じゃあこういうなんかジャングルみたいな、こういうジャングルみたいなやつ。ジャングルにするの？いやジャングルにするとは言ってないけど。あ、こういう何、うん、そうそう、こういう苔みたいな。え、床も壁も。いや、床じゃない、壁だけね。壁だけこれを買ってんの、やば。うん、こんなの売ってる。壁や、壁に貼れるんだ。おー、確かに。緑のその壁を。うん、緑。でもなんかちっちゃいね、これじゃね。何個あっても足りなそう。確かに。でもちっちゃいよね、これね。何になる？これ、うん、このまんまで。これね、こう、2個こう、あるじゃん。板は？板これ。これか。うん、これじゃないの？え、なんか違くない？これはこれでしょ？これはこういう感じでしょ？板がないね。板がないね。板が。これだとね。うん。ああ、そっかそっか。でも可愛い。うん。でも木のやつってさ、一応しーちゃんの部屋に合わないんだよね。白黒だから。ね、おしゃれなお部屋にするってさ、難しい。おしゃれって何なの？うん、何反応してんの、ここ。これ何これ、ミニってこと？ちーちゃんのサムネに。ちーちゃんのサムネ。ヘアターバン300円もする。どうなんだろう、ちょっとね。これ何に使うの？ヘアターバンだって。そうじゃない、顔洗うやつじゃん。でも使い、ちょっと使いづらそうじゃない？うん、したらこういう方がまだ、こういう方がいいよね、なんかね。リミにさ、これプレゼント、顔洗えるプレゼントすんの。あ、ない、この前あったのに。のぐりない。これにしてみよう。のぐりラーメンあったのに、このまま。これ美味しいかな。何これ、お辛いラーメン。辛いラーメン好きなんだよね、まだ。この辺買ってくるから。ちーちゃん食べれない。ちーちゃん食べれないけど、ママ食べれるから。これとこれ買っていこう。キムチ。美味しいよ、辛いラーメン大好き。甘い方がいいね。甘いラーメンになってね。これも食べるよ。うん、いい、これはいいんだけど。どうする、これ。結構いるかな、これは。これにしてみる、背景。これにしてみる、背景。金属はこれは台所のキッチン用じゃない。
キッチンとか洗面所だと思う。ダイソーの謝る。なんだよ。だから台所と洗面所にはいいよって話だよね。そうそうそう、別に否定してないよね。絶対合わないかなって感じ。そうそうそう、別に否定してないから、うん、あ、これ買ったね、リミの机に貼った貼 っ, 貼ってあるよ今、うん、見てみて、リミの机のこっち側、そう、これ買ってみる。じゃあこの壁紙45センチが上げる牛乳、縦45センチ90センチだって上がってきないから分からんね、まあ、適当にじゃあ買っていきましょう。超良くない？え、なんで急にトイストーリーえ、今のママのさ、いいの間違ってないよね。間違ってない、ね、だって思ったでしょ、なんで急にトイストーリーって思ったよね。思っただよね。好きならいいよ別に、トイストーリー好きって誰も言ってないし。ねえ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 、どうしたの、血迷ってんのじゃこれ何のストレスよ、これ買ってく、何個がいいと思う、そいつ測ってきてないからさ、うん、まあ大体だけど、足りなかったら嫌だからちょっと多めに買っていく、うん、5個、うん、OK、 なんか入ってる、何これ、取れるね、亜鉛と取れるねんだ、好きね、うん、綿棒大好きだよ、ね、飲むんだって。ダイソーの通販サイト、これですね、はい、必需品、まあ、そんな必需品でもないけど、来たら買う程度だけどね。あ、これはお釣り様1個とかないの？そう、前はあったけど、今はね、ないの。何個でも別に買っていいんだよ。買い占めませんけどね2個でいい、じゃあ2個でいいですね、はい、買いましょう、はい、あったよね、どれと、こっちハンドミキサー、あるある、あるあるある、 今全然使ってないけどね、お菓子作りで使おうとしたんだけどさ、カスタードの元があったからさ、どうかわからないよ、ね、そうね、超かわいい、これお箸サポート、かわいい、あなた何ちゃいですか、え、12ちゃい12ちゃいの子がこれいるの、かわいくない、でもかわいい、超かわいいんだけど、昔はね、小さい時はこういうの使ってお箸持ってたよね、しーちゃん、こうね、懐かしいね、もう12歳ですか、あなたも早いね、やばくね、かわいいねいや、でもパパ使う、これパパに使うの、よし、じゃあ買わないからアイススプーン、あ、アイススプーンって溶けやすいってことなの、アイス、ペンギンがついてる、かわいい、こういうの使ったことないけどさ、溶けやすいんだね、そうなの、だって溶けやすいって書いてあるし、本当だね、アイス用だから、これが一番持ちやすい、大きい方が食べやすいよね、だよね、食べやすいよね、よし、これにしよう、うん、何個買うの、みんなでアイスを食べるの、これで食べやすい、ね、なんか一つ色が違う気がする、当たりだ、当たりだ、違う、2種類あるんじゃない、あ、なるほどね、もうペンギンでいいよね、パパペンギンなの、大丈夫、え、パパペンギンマジで大丈夫、パパちょっとやめてよ、恥ずかしくない、みんな見てるよ、みんな変な目で見てる、みんな通ってる人みんな変な目で見てたよねうちらの声もうるさいからねそっか、でも静かにしてくれるかな、お店の中では静かにね。